朝までゲームブックしてたからね。まあ、これで僕が小心者でないことが証明されたわけだね。うん。でも、土曜ってさ、なんかワクワクするよね。なんたって3時間授業受けたら終わりだもんな。授業終わったらどっか遊びに行こうぜ。 たまには他校の女性とナンパするとかさ。え、嘘。そんな楽しい土曜の夜のサタデーナイトフィーバーが。 岡崎、どこ行くんだよ。面白いこと？僕も行くよ。そう言うなよ。教室にいたって一人じゃ退屈なんだ。あんたに言われたくないよ。 探し物なの？ プヒプヒ。おい、岡崎、それ何？ でも平気かな？噛まないかな？じゃあ触ろう、撫でよう、抱こう。逃げんなよ。 なんだよ。あー、いてて、なんてもんが飛んでくるんだ。当たりどころが悪かったら死んじゃうぞ。てか一体誰が。なんだよ。あっ、 遅いっす。プヒプヒ。ったく、うちの子に何する気よ。
私のペット。プヒプヒ、かわいいでしょ。あんたの目、節穴にビー玉詰まってんの？これのどこが犬やタヌキに見えんのよ。ウリンコよ。殺すわよ。ウリンコ、それともウリ坊の方が馴染みあるかしら。イノシシの子よ。プヒプヒ。何よ。そうよ。プヒ、言いたいことがあるならはっきり言いなさいよ。大まじよ。あ、名前聞きたい。めっちゃくちゃ可愛いわよ。ボタンっていうの、めっちゃプリチーでしょ。プヒ。ん？なんて？いでで、鼻っ面が焼けるように痛いぞ。ところでボタン鍋がどうしたって？味噌なら寮に戻らないとないよ。それとさっき僕蹴られたみたいだけど、靴の底と一緒に薄い水色のが迫ってきたんだ。あれってきっとパン。忘れろ！ゾワー！聞こえた？私に会いに来たんでしょ？プヒプヒ。そうなのよね。プヒプヒ。あのね、ボタン、私まだ帰れないの。プヒ。だから家でおとなしくしといて。プヒ。学校終わったらすぐ帰るからさ。大丈夫。家まではこいつがちゃんとついてってくれるから。この子散歩大好きだから、見張ってないとどこに行くかわからないのよ。だから監視役。どうせ授業なんて聞いてないでしょ。だったらちょっとは人のためになるようなことした方が有意義ってもんよ。言わない。言ってくれたら今日のお昼おごるから。ああ、大丈夫。ちゃんとボタンが案内してくれるわよ。あんたは車とかカラスとか目つきの悪いパン屋のおっちゃんに気をつけてくれればいいだけ。決まってんじゃない。あんたの寿命が著しく短くなるだけよ。食堂にあるものならね。あたしが学校にいるうちに帰ってくればね。すれば目覚ますわよ。プヒプヒ。ほら呼んでるわよ。物騒なこと言ってんじゃないわよ。
おかえり。ボタンはちゃんと送り届けてくれた？そう、ありがとう。じゃあ約束だし、お昼おごってあげる。あ、言ったと思うけど、食堂限定だからね。あ、なんで？今はって、日変わったらおごんないわよ。なんか、怪しいわね。あ！岡崎、やっと戻ってきたかよ。復活も何もやられてねえっての。避けてる。お願いします。まあね。ねえ、これからどうする？フィーバーしに行く？おい、篠原。今日こそは職員室まで連行だ。あ、やべ！あう！で、死ぬよ！あ！ってパシリかよ！捕まえたぞ。うわぁ！岡崎とアホアホコントやってる間に。お前ら、ほんと仲がいいな。なんなら、二人一緒に。人の部屋に上がり込むな。びっくりするだろ。怖えよ。ったく、みっちり絞られたよ。ちなみに次お前な。お前実家こっちなんだから訪問されるぞ。まだ進学させる気でいるからね。お前もだよ。やっぱ降ってきたな。これじゃどこにも行けないじゃん。昼間っから男と部屋で二人きりなんてな。僕の部屋でしょ。篠原って負けた岡崎は？いっ！
よしかった。よっしゃ、2連勝。どうだ、3連勝って僕が走るまでじゃんけんを続けるだけのゲームなんすかね。それって絶対いじめっすよね。ん？誰？あたし。何？ケーキでも作ってくれたの？作らないわよ。ちょ、なんだよ。期待して損したじゃん。私がいつそんな期待させるようなこと言ったのよ。ミサエさんは黙ってても何かしてもらえるんじゃないかって期待させてくれる存在なんだよ。そりゃあ罪深い存在ね。ま、今度作ってくれたらいいよ。あ、わかったわかった。で、何の用？岡崎、傘持ってるのかなって。そう、今大雨よ。傘あるの？誰のを持ってくのよ。それ、うちの誰かのなんだけど。そんな悪循環の最初を作らないでくれる？ほら、これ使いなさいな。履くなら長靴もあるけど。風も強いから、帰った時には靴ぐしょぐしょよ。あっそ。ま、風邪ひかないようにね。それだけ。じゃあね。風邪ひいてミサエさんに看護してもらうってのも悪くないね。なんで？いいじゃん。額と額当てて、熱測ってくれたりしてさ。いたずらで、その時にチュッて唇奪ってもさ、病人だったら許してくれそうじゃん。おい！いい具合！なんでございましょう！岡崎！ちょっと出て話そうぜ。何？どうしたの？何しちゃったの？やばい雰囲気だよ！やられそうになったら床に額こすりつけて謝るんだ！僕はいつもそうしてるよ！早くしろ。岡崎、お前な、ミサエさんに何レクチャーしてくれてんだよ。お前、変な技教えたりしてるだろ。他にもあるだろ。さっきもミサエさんと話してやがったの見たんだぜ。お前、
いい加減にしとかないとここに来れなくするぞ。常習犯のお前が言うな。何こいつ、自分一人いい人気取り。てめえ、ミサエさんに色目使ってんじゃねえだろうな。え、とにかくだ、てめえはここの寮生じゃないんだから、今後ミサエさんに近づくんじゃねえぞ。返事はどうした。よう、分かりゃいい。